鹿児島県の方ですね。ラジオネーム、まあ座りなさいよさん。<laughs> 5歳ぐらいの女の子が電車で、えー、座れなかったと割と大きい声で悲しがっていました。私はもうすぐ降りる予定だったので、うん、席を譲りました。いいするとその女の子から、ありがとうお姉さん、本当にありがとう、ありがとう、嬉しい本当に、と。 何度も感謝の言葉をいたただきました、うん、それを見ていた女の子のお母さんが「ちゃんと俺家って偉いねサンタも見てるね」と言いました「<laughs> 12月19日はサンタへのこび売りラストスパート」<laughs> <laughs> これいいですね確かになもう「えー、座れなかった」ってごれてる時点でマイナスやねんだけど <laughs> これプラマイゼロだから普通の「ありがとう」だけやったら「プラマイゼロ」ゼロやったよな。 プラスになてってる,んんプラスにるっていうね。でもコびが見えたらダメですけどね、うん、あったわ一週間前の緊張感とかあったよなうん、うん、あった,あった絶対変わらんのにな、うん、めっちゃ可愛いな子供ってめちゃめちゃ可愛いよ、うん、はよねなサンタケイヘンで、うん、<laughs> はよねなサンタケイのはよ食べなサンタケイヘンね 早いの食べなあかんし早行かなあかんし <laughs> テレビばっかり見て飯進めん方さ <laughs> んたけえなんでそんなサンタってけえへんのでしょうね